でもやっぱり私服であんまり撮影することってないから、カジュアルな緩い感じで素の私を見てくれたら嬉しいです。はい、ちょっとめっちゃ恥ずかしいんですけど頑張ります。マイラケットです。ずっと現役時代に使ってたラケットちゃんです。はい、お願いします。お願いします。そんなに久しぶりではないですけど、なんか自分でうまいうまい言ってる割には多分そこの衰えてると思います。おはようございます。よろしくお願いします。お願いします。お、ラッキー君、これ動画あ、これじゃないですか。はい、可愛いでいきましょう。はい、わかりました。はい、ではやってみましょうか。サトルが打てるかわかんない。あ、じゃあ跳ねよう。結構上手くなったやん。コーチがいいからかな。今日まだまだや。よっしゃ。はい。はい。ちょっと恥ずかしいですか。はい、だいぶ。はい。恥ずかしい。恥ずかしいです。はい、よーい。はい。結構うまくなったやん。やっぱコーチがいいからかな。でもまだまだかな。よっしゃ。あと。最後スマッシュ超いいとこ。ですか。恥ずかしいこれも。ありがとうございました。全然なんかもうなまってました。スマッシュができない。はい、でもやっぱり楽しいです。バドミントン。はい、じゃあこのカットで高野さん全カット終了になります。ありがとうございました。ありがとうございました。ラケット持ってシャトル持ってなんかユニフォーム着ての撮影とか動いてる私が多分あのファンの人が見たことないと思うんで、ちょっとね、いつもバドミントンバドミントン言ってるんで、なんかそういうこうねスポーティーな私を見てほしいなって思います。どう、あのゲームをするなら大島優子さんですかね。なんかどこでも大島優子さんって自然体な気がするんで、なんかゲームの中でもあのなんかめっちゃ笑顔が可愛い自然体な大島優子さんが見れるんじゃないかなって思います。はい、はい、高野優を選んでくれてありがとうございます。今日はちょっとねあのバドミントンに久しぶりに挑戦して皆さんにちょっと珍しい私をお見せできたんじゃないかなって思います。はい、ありがとうございました。え、そうですね。あ、でも私あんまりこう毎日会ったり毎日遊んだり毎日会うっていうのが私も多分あんまするのが好きじゃない方なんで、逆に遠距離でこうたまに会うみたいなの方が私は合ってるかもしれないです。いや、それは辛い。でももしその親友の彼氏とその彼氏も私のことを好きになってくれても
その親友との仲が崩れるのは絶対嫌なんで、好きになってももう言わないです。はい。あのさりげない、さりげないなんていうの、優しさ、こう道歩く時とか、こうドアを開ける時とか、さりげなくはいみたいながね、ちょっといいですね。先にスタスタ前を歩いたりとか、人の話をもうあからさまに聞いてないとかはちょっと嫌ですね。はい。でなんかドラマで見るのはこう撮ってあげるやつですよね。でもなんかあんまり私なんかそういう現実ね、現実的というか、見ても可愛いと思えないタイプなんですよでもそこでスルーするのもかわいそうなので、ついてるよって、ついてねって言います。